点検作業中のカルチベーターナンバー6残号を屈削するカルチベーターナンバー6カルチベーターナンバー6のエンジン区画カルチベーターナンバー6は当時海軍大臣だったウィンストン・チャーチル教が考案してイギリス海軍が開発を進めた残号屈削機少数が製造されたが実戦に使われることはなかったとされるカルチベーターナンバー6は 機能的には2メートルの残酷を掘り進むだけの単純な目的で鉱山機械や除雪用のロータリー車を参考にしたとされる。開発は当初海軍県幹部の監督下で進められ、構造は除雪作業に用いられるロータリー車と似ており、全長23.62メートル、総重量130トンの巨大な鉄の塊が、 残壕を掘りながら土を掘削しながら前進する仕様だった。陸戦における潜水艦に相当する車両で想定される任務も敵前で隠密性を維持しつつ、奇襲攻撃をかけるために必要な物資を円滑に供給するための補給路や共闘法を確保する狙いがあったとされる。第一次世界大戦最中かの1916年9月15日に、村部の戦いにおいて、 マークアイ戦車が初めて実戦投入されたが、これを進めたのは、他ならぬ当時海軍大臣だったウィンストン・チャーチル卿だった。その後、1917年11月20日のカンブレーの戦いにおいては300両のマークアイ戦車が投入され、戦火は限定的だったものの、残豪戦が過去のものになったことを知らしめた。それらの成功体系をもとに、チャーチルが この種の兵器の開発に就寝したのも当時の情勢に、鑑が見れば無理なからぬことであった。1939年10月に、軍需省内に創設された、海軍陸上機材局、デパートメント・オブ・ネーバルラント・エキップメントの略称である NLE に由来する、ネリーという愛称が付けられた。 カルチベーターナンバー6の試作車両は1941年5月に完成して参謀本部の勧告を無視する形で1942年1月にかけて試験され、時速0.68から 1.08km で幅 2.29m 深さ 5m の残豪を掘り進むことが可能であることが確認された。 排出する土砂は、残豪の両脇に0.61メートルの壁を形成することで合計で2.1メートル余りの深さの残豪を形成した。第二次世界大戦のドイツ軍の電撃戦による侵攻の前には、残豪戦術はもはや時代遅れであることは明白で、計画は中止された。最終的に5両のインファントリーが完成したが、戦時中に4両がスクラップ処理され、 4両のオフィサーも製造途上にあったが1943年5月に未完成のまま破棄された。最後のインファントリーが解体されたのは1950年代だったとされる。ありがとうございます。